男たちのロマンあふれる物語であります。伝説その1、走る実験室。ホンダ F1 家の長男はこの人であります。ホンダ F1 チームの初代監督、日本から海外に殴り込んでいったそう、ルソン中村義雄助左衛門監督であります。ホンダが初めて F1 に参戦したのはなんと今から27年も前の1964年のことでありました。日本中が時あたかもこんにちはこんにちはと東京オリンピックに沸き返っていた。つぶらや頑張れ、大松監督行け、東洋の魔女、この時代であります。しかもその当時のホンダはオートバイこそ名は知られていたものの、四輪に関してはその前の年から生産を始めたばっかりなのに、それなのにモーターレースの頂点、このフォーミュラー1に挑戦しようというんですから、むちゃくちゃな話であります。その時ホンダは F1 を走る実験室と言っていたんです。つまり F1 で培ったノウハウ、技術というものを市販車の方にフィードバックしていこうという辛抱遠慮が渦巻いていたわけであります。そしてついに実を結んだのが参戦2年目の最終戦メキシコグランプリで念願の初優勝をホンダは飾ったのであります。ホンダとして日本車として初めて、さらに今では F1 界でおなじみのグッドイヤータイヤにとっても初のグランプリ制覇でありました。この時その中村監督が日本に打電したのが、来た見たという感動的なかのシーザーの戦勝報告の文句だったのです。これが世に言う中村シーザー伝説。この人は単なるおじいさんではない、なぜならばイラストもうまい。伝説その2、走る実験室から勝つための軍団への移行。1968年以来 F1 活動をやめていたホンダが1983年、日本中があの忍耐のオシンブームに沸き返っていた年、再びホンダは F1 に参戦しておりました。ついに F1 に参戦したわけであります。まさにオシンのごとき、ホンダは耐えに耐えてついにまた再び登場した。しかしもうその目標は市販車へのフィードバックだけではなく、勝つことそのものだったのであります。そしてそれを見事に実行したのがホンダ F1 家の次男坊、この櫻井義俊さんであります。ウィリアムズチームに主力のホンダ V6 ターボエンジンを供給して、86年にはコンストラクター、そして87年にはフィケのドライバーズチャンピオンと合わせてダブルタイトルを見事に獲得するのであります。その時櫻井言った言葉、どうだいヨーロッパの面々よ、驚い方がこの日本の力、どんどん食いねえ、寿司食いねえ、エンジン食いねえからと、世界のホンダここにありと天井天下に知らせた次男坊。しかしながらこの櫻井さんは新天地を求めて突如ホンダをこの後離れてしまうわけであります。どうする F1 界のこの裕次郎、ピケよ今夜もありがとうと言ったかどうかはわからないが、RCI という団体を作ってしまう。日本とヨーロッパじゃ文化のスパンが違うわと、 F1 文化の伝道師となったのであります。伝説その3、刀狩り。なんと F1 界を牛耳る不社のサーキットのアルカポレことドン・バレストロが、89年からはホンダのお家芸であったターボエンジンまかりならんとお触れを出した。これが世に言う不社の刀狩りであります。ホンダも泣く泣く殿下の宝刀 V6 ターボを捨てて新型 V10 への移行を余儀なくされた。しかしその後の活躍はご存知の通り、ダブルタイトルを見事守り続けたのであります。その立役者がそう言わずと知れたホンダの三男坊登場してきた、戦う係長とまで言われたこの後藤治さんであります。エンジニアの長としてドライバーにも辛抱が厚かった、地道に地道に作業を続けて最強の武器を作った。この時後藤さんはターボなくともホンダは死なず、ただ V10 あるいは V12 で突き進むのみと言ったという噂もあるわけであります。後藤さんはこの後やはり突如ホンダからマクラーレンに流打していくのであります。以上青山一丁目の伝説、簡単にまとめ上げてみましたが、さていよいよ今年目前に迫ってまいりました日本グランプリ、日本グランプリの翌日、青山一丁目のそのホンダ本社の前の垂れ幕、一体どんな言葉が書かれていくんでしょうか。マクラーレンホンダ全然勝てなかった時はどんな垂れ幕が立たれているか、青地に目配り気配りいい運転。しかしながらもしセナが勝っていればマクラーレンホンダセナ優勝と出る、そしてベルガーもいい線いってればマクラーレンホンダワンツーフィニッシュと出る。しかしそれだけであろうか、本当のホンダの狙いはただ一つ、マクラーレンホンダだけじゃない、切れるホンダも勝つ、つまりマクラーレンホンダ切れるホンダ、ホンダのワンツースリーフォー、かつてあのウィリアムズとロータスで成し遂げたあの偉業、もしそれが今度は実現すればなんと切れるの中島もその中に入っているではありませんか。
これはホンダの目論み、望みだけではない、我々日本のファンの望みを代表しているということであります。ぜひこのワンツースリーフォーが必ず垂れ幕として掲げられる、こうなってほしいものであります。絶対に勝ってほしいホンダ、みんなで祈ろうじゃありません。